はい、私たちの抽選券の番号は8番でございます。当たるかは分からないんですが、ジンベエザメの食事を間近で見ようっていう9時半から抽選で4組というこれに並んでいきたいと思います。はい、みんなもう先に行っちゃいましたね。よいしょ、行くぞ。はい、オッケー、行きましょう。楽しみですね。よいしょよいしょ。はい、ではレッツゴー。水族館楽しみ、久しぶりだな。久しぶりでしょ。私は久しぶりです。うん、だよね。ジンベエザメに餌をやれるように並ぶんだけど、4組しか当たらないのよ。家族4組しか当たらないのよ。それがだから、それに当たればいいなと思ってんだけど、抽選でね、当たらなかった時のためになんかね、キーホルダーキーホルダー作りたい。うん、薩摩切子のなんかかけらかなんか使ったキーホルダーが作れるみたいだから、あ、作りたい。ママとさやちゃんとね、作ろうか。やったすごい人ですね、うん、あったもう9時半でこんなに並んでるんですね。いくくん、すごい人だよ。すごい、船がブー言うた。こっちこっちこっち、船がブー言うたね。なんだよそれ。わー、かいちゃんめっちゃどうしたのどうしたこっちこっちこっち、早く入って。知らんわ、知らんわ。さやちゃんちゃんと持ってるカードを。あ、持ってるね。ジンベエザメはどうでしょう。ママどうしたどうした、ここからですよ皆さん。めっちゃいい。ママなんでできちゃうの、そんな。できちゃう、めっちゃ。どうしたどうしたどうしたの、なんでそんな泣いてるの。来ましたね。リク、こっちこっち。どうした？コニーです。コニーですね。はい、抽選の発表が10時に、こちらのお土産屋さんがあるんですけど、左手にお部屋がありまして、外前で発表させていただきますので、お集まりくださいませ。はい、ありがとうございます。すごいね。やっぱさ、これはもう迷子に。冬休み最終日はちょっとやばいよね。ここ並んで。あとのキリコのイベントはこちらですね。はい、ご希望の方どうぞ。はい。おうち。もう当たるんでしょうかね。当たればいいですね。わあ、見てかわいい。お正月ですね。今ですね、仙岩園と水族館がコラボしたキリコのかけらワークショップっていう整理券がもらえましたので、ストラップを作りたいと思います。うん、当たりますかね。なんか宝くじのようですよ。はい、私たちの抽選券の番号は8番でございます。これこれ、ほら、鹿児島水族館25周年記念マグカップだ。ママがもらったやつです。来た来た来た。あー、マジかー。8だったのに、朝1番上に8番だったのに。ショック。こっちあっち見に行こう。多分列車がさ、多分戻って落ちてる。うんうん、あっち見に行こうか。こんにちは。やっほーやっほー、来たね。おー、すごい。わー、めっちゃ猫ちゃん。すごい、面白い。海水を飲んで吐き出してるんだ。鳥のたたきとおきあみと、あ、
して今皆様にご覧いただいているゆうゆうは令和元年8月1日に徳間半島西側の徳間仙台市五色島の海で捕獲されました、そして9月6日に10代目ゆうゆうとしてここ黒潮大水槽に入りました。りっくんジンベエザメよく食べるね。りっくんみたいだね。あーって食べるね。歯がないからケイくんみたいだね。うん。橋が好きなの。うん、橋ずっと渡ってるね。2名様ですね。はい。まずフレームを選んで。どれがいいかな。ママこれにしましょう。さやちゃんやってみてください。ママこの色が好きなんだけど。いいよね。山盛りにならないようにしてって、こういう感じ。うん。さやちゃんがよく手にしておりますね。お、どうですか、さやちゃん。おー、さやちゃん、グラデーションみたいにすんの？そうだよ。おー、いいね。ママはこんな感じにしました。飛んでいっちゃった。これを向こうに持ってってくれるという役割をしてくれる人は、あ、はい、ケイ君持ってってくれる。じゃあ持ってって固めてもらえる。転ばないように気をつけてね。はい。そのままになるんだね。あ、できました。レジンをね、流してくれるから、お姉さんが。レジン流してるんですよ。これを流して固めるので、チャームを入れてもらって。何色にしよう。うわー、上手。こういうのができるんだ。うん、おしゃれ。ママね、シルバーのチャームにしました。はい、こちらがさやちゃんのですね。おー、かわいいですね。さやちゃん完成しました。かわいいですね。はい、1月31日まで飾ってあるそうですよ、ケイくん。明日まで31日、1月いっぱい。ママ、あったあったね。ほら、あります。ぜひ皆さんも見てください。遊びましたね。遊んで、ね、家に帰りましょう。はい、キリコのキーホルダーも作れましたし、これです。はい、見えませんけど、これです。はい、ジンベエザメ外れちゃいましたけどね。黒潮大水槽のところから餌をあげるところが見れましたね。コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくね。